あともう一個手前の話をしていい？多分持ち方ですごい緊張させてるよ、足を。だから伸びる手前の準備もできてない。脱力してもらわないと。うん。脱力して緊張させないように持ち上げていかないと。緊張させないように持ち上げる。うん。びっくりさせたらダメなの。どうやって持てるの？曲げます。うん。だからこれからされることが予想できるように触っていくんですよ。足曲げますねって感じですか、うん、でその時もごめんね、私はあんまストレッチをし出しないから、じゃあ上げますって時に上げるんだよね、だちょっと軽くこうするんですよ、そうすると上げられるのかなって持ち上げてるちょっとだけで置くと、あこっちに行かせようとしてるのね、でもちょっとこっち行きますねって合図してから行く、うん、とちょっと楽でしょ、うん、で持ち上げる時もちょっとこうなんていうの、予想させるっていうか、うん、一つ手を入れてこうちょっと持ち上げるよって準備をしてからもう一段行く、で、そうそう、そうするとここに来ちゃうのよ、反り腰の人とかは、うん、で胸上げてないけどストレスする時も、まあ、聞いてみて余裕な感じなのかちょっと突っ張る感じがするのか、であとはどこ伸ばそうとしてるのかも言ってあげた方がいい、うん、前のもも今伸ばしてきますねって、今伸びてる感じどうですかって言うと、あ前のもも伸ばそうとしてるんだ、あじゃあ伸びてるよってそこにしてくれるから、もうちょっとだけ張りますね、あの無理じゃないですかって話をして、でそこから、まあ、キープしてで抜いてあげる、で戻るじゃないこのここまでは、うん、でそこから下ろすなとしても下ろす時もこっちに行くよって合図をしてから下ろしてあげる、うん、ようにすると余計な緊張された状態でストレッチしたら一番危ないから、うん、力入れないようにさせてで動かしてあげる、じゃあもう腕のストレッチなんかも、うん、腕ストレッチするから上げますねみたいな感じ、うん、声掛けもしたりとか持つ時もびっくりさせないように、うん、動かしてあげる、ちょっとこうそうちょっとこう上げるよって言ってこっち添えてでいいと思います、肘とかなるほど、いかにこうびっくりさせない、あのもう頭じゃなくてこう体が反射して力入れちゃうから、うん、私から良いんですけど、自分でするときにク、うん、ーっていうところまでやるのは何ですか、うん、多分それだと多いと思う、多すぎ、うん、それより1割ぐらい手前でやってあげた方が緩む、うん、だから、まあ、いろんな指標があるんだけど、毎日ストレッチしないと体が硬くなっちゃうんですよねっていうのはもうやりすぎ、うん、ストレッチしたのがこう維持してるんだとしたらいいストレッチな可能性はあるけど、毎日伸ばさないと硬くなっちゃうんですってギュギュやってるとしたら、それはちょっとやり方間違ってるかもね、うん、強みと一緒だよね、どんどん硬くなってるとしたらそれは刺激が多い、うん、でまあ、あともう一個言うと、マッサージ来るような人は基本硬いし自分でやらない人が多いから、うん、あのやりすぎ注意、うん、でも欲張ってくることは確か、うん、だからこっちがちょっとセーブしてあげるぐらいの気持ちでいた方がちょうどいい、そうですね、やられた感が好きなんで、うん、もっととか全そうそうそう全体重乗せてみたいな、うん、言うけど、うん、まあ、ほどほどに、うん、さっきの、ね、分かってますよって言うの一回受け止めながら、でも、うん、緩めるのが目的だから、ね、こうゆうゆうやって余計ね体がこう緊張状態になっちゃうとそれはそれで違うから、うん、